今日はですね、またまたハンターカブさんとツーリングに出かけます。今日はそんな風なね、目的地がですね、行き着くかどうかわからないんですけど、まあ、神山を越えて、剣山まで行ってですね、そこから、降りて、落合集落を目指すということですが、時間かかりすぎて途中で引っかえてくるくらもわかりません。現在、神山の道の駅の手前を通過中です。それではよろしくお願いします。神山からだいぶこう奥に入ってきましたが、ここってでもまだ神山なんだろうな、当然。神山、トンネル抜けるまでは神山。そうやな。綺麗なとこですね。こんなとこでルアー投げたら最高に気持ちよさそうな、ここでもね、ここ私ちょっと来てみたいけど、魚はいません。あ、そう、全然いません。気持ちいい。ちょっといっぺんコーヒータイムしましょうか。はいはい。ちょうどそれで剣さんが見えるんち、そっからな。はい、置いたらいいかな。そうやな、もうこれはこっち側に角度をつけておくしかないな。この置き方がね、こういう置き方でないとやばいんちゃう。へえ、かわいい峠にやってきました。もうすっきりと剣山が見えよんな。ここ、こちらへ行くとですね、那古山高原というところへ行くようです。平成層とかグラススキーとかテニスオートキャンプ場なんかがあるようですね。はい、こっちはでも行ったことはありません。今日も剣山に行きますのでこっち行きます。あのな、俺行ってないとこなんぼでもありません。もう徳島の林道全部林道ハントしとんかと。してないしてない。やっぱり近場からは行くけど、やっぱここまで来たらちょっとな。これこそ那古山 A ですよ。でもキャンプするのにも、ほんまにな、こういうところをキャンプ地として行ったらよ、まあまあ行ったことない道も行けるし、あれではあるけどな。ちょっと木の感じが変わってきましたもんね。この前の松かなんかがごっつい迫力。結局わしもここ来るのは紅葉の時しか来んもんな。今の時期に来たん俺初めてちゃうかな。なるほどね。ウィンカーマン。こんなところでウィンカーを。真面目なっちゅうこっちゃね。ほなけど、こんなところでもちゃんと泊まる時とか出る時にウィンカーつける。そう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 。ここがトンネルですか。そうです。まだ入りましょうか。うん、行こう。よしし、一応ここ泊まろうか。そうやね、アイスクリームがありますよ。これはいるわ、お前。ねえ。もう絶対買わな。だけど、バイク止めるところがないかも。
今からここまで来て剣山にも登らず確かに降りていくというね本当にこうなんともこうわけのわからない、せめてリフトに乗れ、せめてリフトぐらいに乗ってあの上ぐらいまで行ってもいいんやけど、帰る時間があるのでまあアイスクリーム食べたけんいいでしょ。そうね、まあそれはそれであれなんやけど。ここは奥屋二重神楽橋です。今から行きます。男橋にやってきました。怖い。これもったいなかったら今度は女橋を渡って帰ってこない感じですか。これどうなるのこれ。これが男橋です。今から女橋の方に向かっていきます。ごっつい気持ちいい。これが女橋ですね。男橋と女橋があります。綺麗な、大変美しい川ですね。こっちやったら渡れるわ。え？こっちやったら渡れそう。いや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 。上には神楽橋があって、すごい綺麗だ。前に落合集落を望んでいます。落合集落の、まあ、展望所ですね、ここ。ここでちょっと食事を作って食べようかなという。持つものがない。そう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 。ないね。無駄な熱出えへんから。この向かい側に落合集落を見ながら降りていっています。最高。落合集落を目指して今行っています。ここが落合集落の取っかかりなんだろうな。これね、あの向こう側がわしらが見よったとこじゃん。あの向かい展望所、展望所。しかし素晴らしいな。よし、落合集落の集落に行っております。お家で最後です、ここが。ああそうか。まあせっかく来たけんちょっと景色見ましょうか。うん、やっぱり落合集落の一番上まで来とんやねんな、うん、これ、うん、素晴らしい、綺麗、ね、うん、綺麗。ちょっと写真撮っときましょう。うん、でもここも素晴らしいけど向かい側も右もすごいなこれ。素晴らしい。もう少しで落合峠というところまでやってきました。だいぶ高く、今日天気やけん周りがすごい綺麗んじゃんこれ。今なんや峠の小屋っていうのがあったんですね。うん、人口密度めっちゃ高い。うん、
これ向こう曲がってもたら峠越えるもん。うん、もうここが峠。で、みんな峠やけんおろうか。そう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 。じゃあ止めましょうか、いっぺん。うん、こんにちは。じゃあこれは写真ちゃん。いい天気ですね。1520メートルか。おお、最高です。この天骨な、うん、登ったことある？ここ道があるね。ここここここな。思い出ができました。ありがとうございます。いえ、こちらこそ。もうずっと見させてもらいます。あの、もしあのこんなヘルメットかぶっと映してもいいんだったら映しますけど。顔隠れとるからいいです。いきますか。はい、落合峠で、ブレードランナーを見てくださってる方にお会いすることができました。このバイクは WR の 250X って言うんですか？そうです。なるほど。もう何年ぐらいなんですか？これ、2年ですかね。ああ、ほんま。2年で何ぼっちゅったら2万 28,000。もう3万やね。ああ。こっちもロツい人が。これあのあれですよ、半年で 1万なんぼ。1万線ですよ。半年。半年。もうね、どっかおかしい。どっかおかしい。みんなどっかおかしい。落合峠、いいところでした。こっち行くんですか？あ、高松から。ああ、なるほど。気をつけて。落合峠で写しときます、写真。うん、これ大事だな。はい、こちらこそ。失礼します。これ海やね、あれどう見ても。海までは見えんの邪魔。あれ海でしょ、あれ。そうなの？あの島ほなって海の上に浮いてません？そうかもわからん。ちょっとあれは海の上の糸でしょ、あれ。そうか、うん。さて、それでは落合峠から出発します。音聞こえます？聞こえます。おお、綺麗に ずっと下りやね。そうやな。うん、もうただ単にどんどん下へ降りていくということです。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日はですね、剣山、そして剣山に登りもしない剣山。お、なんかどういうことになってきた。これ何？知らん。これ何これ。知らん。びっくりした。恐ろしい。それはあかんやろ。あかんやろね。びっくりした。事態はますますへんてこりんなことになりましたが本当に見ていただいてありがとうございます。今日はですね、剣山から落合集落、そして落合峠を走らせてもらいました。楽しかったです。落合峠では、ブレードランナーをね、見てくださってる方に会うことができたりして、楽しい話ができました。それでは、またよろしくお願いします。それでは失礼します。バイバーイ。動画撮り始めました。終わる予定がどえらい家まで。うわ、無理。ガッガッ。すっごいところを走っております。なかなか家にたどり着きません。これなんでこんなことになるわけ。どういうこと。今こっつ危なかった俺。わしも動きよったなき。そうだろ。あれ危なかったぞお前。でこの時にちょうどこのスイッチ入れたりしょったけお前。片手運転しょった俺。こりゃやっつけましたよ。やっつけたね。やるなー。
やっぱり株ってすごいな。株ってすごい。もう株でなかったらできません、こんなこと。ほんまに今事態はごっつい危ない状態、あのチャラチャラ笑いようけどほんまに危なかったわ今。おお、転倒しよったね。転倒しよった。